られてプレーしてどうですか？いやもう僕はもう中学校の時とか愛知選抜とか入れないところでプレーしてて、で僕はもう目標として日本代表に入りたいっていうのが第一にあって、で、まあ、そこに向けてめちゃめちゃ頑張ってて、やっとの気持ちで入れたんで、まあ、残れるかなって最初は思ったんですけど、いつの間にか代表に入って、で、まあ、世界選手権の経験をさせてもらって、めちゃめちゃ自分の中では、ハンドボールとしてめちゃめちゃいい経験させてもらったなと思います。その世界と戦ってみて、なんか得たものとかあります？あやっぱり体の大きさがまず身長が違うんで、フィジカルがあったとしてもやっぱりそれを超えてくる力が、そこが本当に世界とは違うかなと感じました。逆に世界でも自分のこのプレーが通用するかもしれないなと思ったところなんかありますか？やってみて、なんかここをもしかして伸ばしていったらいけるかもね。はい、そうですね、ディフェンスが得意じゃないですけど、このディフェンスでフットワークとにかく必死にやってきたんで、フットワーク力だけは負けないかなと思います。じゃあオフェンスの面では自分はどうですか？オフェンスはサイドだったんで、その時はシュートを各一こう外国人の方もめちゃめちゃですね、シュートはと思うんで、具体的にこんな形のシュートっていうのは、この辺のところで、はい、もうオールマイティにもうサイドシュートでも4号からのシュートでもセンターでもポストでもどこのシュートでも僕は得意ではないですけど、いろんなところ練習してたんで、どこのシュートでもオールマイティな感じで、はい、そうです、オールマイティ。サイドをやってなかったんですけど、世界レースの時にサイドから来て、そうですね、サイドを練習して。じゃこれからもその日本代表で選ばれていくためには、はい、どんなことを考えながら毎日練習してますか？やっぱりまずはディフェンスだと思うんですよ。ディフェンス力、身長が低い